深田京子は日本の女優。かつては歌手としても活動していた。本名同じ。愛称は深京京子林。東京都北区出身。ホリプロ所属。1996年中学2年生の時に歌手、香原智美に憧れ、第21回ホリプロタレントスカウトキャラバン、ピュアガールオーディションで2万人近い応募者の中からグランプリを受賞し、 芸能界入り。1997年、ドラマ、海峡で、女優デビュー。1998年、スカウトキャラバンの出身者を中心に結成された、アイドルユニット、ヒップに参加。同年夏に放送された、金城武主演ドラマ、神様、もう少しだけで HIV に感染する、女子高生を演じ、一躍脚光を浴びた。1999年、 鬼の住処でドラマ初主演。同年5月、レコード会社11社の争奪戦の末、ポニーキャニオンから最後の果実をリリースし、歌手デビュー。その後11月には、ピアニストとしてミニアルバム、ディアーを発表。2000年、赤川次郎原作の死者の学園祭で映画初主演。主題歌、ハウを歌う。2001年、同級生の加藤愛。 上ミリオ・サキラと共に、堀越高等学校を卒業。2003年、日本の女優として、初めて、2003春夏パリオートクチュールコレクションに出演し、デザイナー、桂由美のコーナーの最後で、着物風のドレスを着て舞台に立ち、モデルを経験。2004年、映画、下妻物語において、ロリータ少女、桃子役を演じ、 第59回毎日映画コンクール主演女優賞を最年少受賞となった他複数の賞を受賞。2005年、主演した筒井康隆原作のドラマ、富豪刑事、神戸美和子役が当たり役となる。また、10月より、新動本兄弟で初のバラエティ番組レギュラー出演。2009年、大河ドラマ、天地人に、ヨド役で出演。 初めての大河ドラマ出演となる。2010年4月公開の映画、アリス・イン・ワンダーランドのアン・ハサウェイが演じるシロの女王の声の日本語吹き替え、2011年公開の映画、豆腐小僧でアニメ声優にそれぞれ初挑戦する。2012年、大河ドラマ、平野清盛で自身初となるヒロイン、平治子役で出演。2015年8月、100万回生きた猫で舞台に、 初挑戦。2021年5月26日、医師から適応障害と診断され治療に専念するため、活動を休止することが発表された。昨年春頃から体調を崩しがちになったと言い,い、今月に入って医師から適応障害と診断されたという。同社は、これにより当面の間、治療を優先し、お仕事をお休みさせていただきますとした。 また今回の休養によって、7月期に出演予定だった、フジテレビ系連続ドラマ、推しの王子様も、交番となった。2021年9月2日、適応障害による休養を終え、活動を再開することを、自身のインスタグラムで報告した。6歳年下の妹がおり、老いもいる。2歳から始めた水泳が、前世は、イルカというほどに大好き。 その水泳好きプール好きなところから公式ファンクラブの名称は自身でプールと命名。ドラマ、華麗なるスパイ、神様、もう少しだけのタイトルバックやロッテミントブルー、キリン氷結ゼロの CM でも実際に本人が泳いでいる映像が使用されている。また、30を過ぎてから趣味でサーフィンもやっている。4歳からピアノを始め、作曲も行う。 1999年リリースのピアノアルバム Dear に収録されているタイトル曲と Into the Light は自作曲。初バラエティ番組レギュラーとなった振動本兄弟でも堂本ブラザーズバンドの一員としてピアノを担当している。全然夜はマリー・アントワネットと自負するほどフランス王妃マリー・アントワネットに憧れていて2002年にはフジテレビ系特番。 深田京子が行く。王子様探しの旅、私をベルサイユに連れてって、で、フランス行きも果たす。インスタグラムもしており、開始して1ヶ月もしないうちに、フォロワー100万人を突破した。ありがとうございます。